どうすっかな。まだ微妙にあるんよな。お、行くか。でももう場所がちょうど良すぎるから行こう。どうせセーブポイントもあるし。そしてここでトレーディングカードも見られますから。よしよし、だいぶ揃ってきてるね。よっ、来ましたね、来ましたね。これ完成ってことでいいんじゃないでしょうか。これ完成ってことで、うん、次。まあもうこれも完成ってことでいいよね。別にその右肩に頭もう一つついてるみたいなことないやろうしね。つーかもう この子がグランプリで、この子が準グランプリなんやったらもう、いやもうこれ、うわぁ、揃えたい気持ちもあるけど、揃えたくない気持ちもあるわ。くそぁ。服着替えよう。セーブしまーす。はい。乃木坂の子、乃木坂ってなんかモデルみたいな人ばっかりのやつじゃないの。期待できますね。母ちゃんさん、残りの他の子のトレか全部使っていいから、トレードしようよ。俺のこのコスチュームには何にも触れてくれへんのな。さっさと試合着に着替えてこいって。じゃあこいつ。篠原勝。すごい、初めて見ましたよ。バカ、喜んでんじゃねえよ。篠原勝、本場ブラジルでブラジリアン柔術を学び、日本の総合格闘技界期待の重量級。なんでこんなところに。知らねえな。ユータも知ってんのか。テレビで何度かでっかい格闘技イベントで見たことある。タックルも寝技もうまいんだけど、うまく相手の心にプレッシャーをかけてくる上に、タップしても気づかないふりして相手の腕を折ったりすることが何度か。めっちゃ悪いやん。格闘ならまだしも、表の世界でそこまでやるのは珍しいと思う。ていうか格闘技を詳しくない人でも知ってるよ。どないした。
そんな顔して篠原のサインでも欲しいんか。やつは有名やからな。うるせえ、俺は知らねえよ。知らんちゅうのは怖いこっちゃ。あいつは昔から手加減を知らんところあるからな。気ぃつけや。篠原か。ファイトマネーで随分ごねる金の亡者だってな。柱を追放されたって噂を聞いてたが、今日のために大金を積んでわざわざ呼び戻したのか。そんなに達也が怖えか。アホ、篠原はもともと柱八部衆のメンバーや。裏では敵がおらんようになったから表のリングにも立つようになっとっただけや。この戦いで泣くのはお前らや。ああ、はい。りょうさん、またお客さんです。誰？先日いらした社長さんですよ。今は会わない。わかりました。おう、まだか。先生、ありがとうございました。先生のおっしゃった通りでした。ライバル会社の社長が行方不明になって、あの会社も倒産は時間の問題。合わないっつったの。我が社の株もどんと上がって、そりゃもう。そう。つきましては、もう一つ見ていただきたいことがありまして。もちろん俺は前回以上に。もう儲けたんでしょ。僕もそれなりの報酬をもらった。それでいいでしょう。そこをなんとか。先生、お客様がお帰りだ。社長さん、もう来ないで。もし来た時は今日よりもっと手荒なお帰りを願うことになる。ここの連中は手加減を知らないみたいだから。え、来い。ようさんが帰れ言うとんねえ。何や、何やこれは。そんな先生の絶対に当たるお言葉をもう一度だけ。先生、そうさ、僕の予言は必ず当たる。絶対に当たる。思い知れ。怖いなあ。剣が絶対に当たる。ボインゴや。どうなんね。達也さん。教えてやいよ。気合いよ。すごいな。レベル2ムエタイやけど、いけるかな。どうやらお前の評価はかなり高いらしいな。なんでだよ。表の世界でも有名な総合格闘技のファイターを送り込むあたりがだよ。向こうもさすがに焦りが出てるな。嬉しそうに言うな。姉貴からだ。何？どうした？このメール、お前の姉ちゃんを預かった。無傷で返してほしかったら2000万円と引き換えてやる。カムロ町ミレニアムタワー前に2時間後必ず一人で来い。もちろん警察に通報したらどうなるか分かってるだろうな。お前に殺された死神ファイターより。無理や。姉貴、お前に殺された死神ファイターよりって達也さんに恨みを持ってるやつですかね。今からカムロ町に戻れるかよ。これから試合なのに。ここからだと飛行機でギリギリかもしれないけど、そんな都合のいい便が飛んでるかな。ちっ、それ以上に厄介なのが今回わざわざ指名試合ってことだ。しかしタイミングが良すぎるな。この話、まさかアシュラが糸を引いてるのか。何？本当か？いや、
可能性の話だほんまかどうかわからんやろ時間やぞてめえいい加減にしろ姉貴をどこにやった何を言うてんねんビビって頭おかしくなったんかおい今日の試合は延期できないかはあそりゃ無理やろ今日はなんて言うても指名試合やぞ篠原はプロで忙しい男やだからこそ表では当たり前の日程を組んで対戦相手を想定した練習もしてきとる今日やれんかったら次はいつかわからへんぞあいつを動かすにはいちいち金もかかるんや金なら払うそうかならキャンセル料1億円それとドラゴンヒート対アシュラの勝敗を不戦敗で6勝6敗のタイにする面倒くさそんなめちゃくちゃな話があるか篠原のファイトマネーと新岡さんへの詫び料を含めたらそんなもんやろ久喜さんまあオタクの事情やから知らへんけど早う決めてえな試合はもうすぐやでくそどうすりゃいい1億と試合をタイにするなんてむちゃくちゃなことを言いやがって君は大切な人間を見殺しにする俺篠原と戦うぜ何戦わなきゃ6勝6敗だとそれが目的だろそんな手に乗る必要はねえよバカ野郎本当にアシュラの策略かは分からないだろうがたった一人の身内が誘拐されてるんだカムロ町に戻るしかないだろうお前はここまでよくやってくれたいや俺は戦うそれしかねえダメだ達也身内の命がかかってるんだ何にも変えられないしょうがねえだろ1億の金が用意できんのか試合を退にして今までみんなで戦ってきたのもなしにしてか俺だって姉貴を助けてたった一人の家族だ小さかった俺をここまで育ててくれたのも姉貴だだけど1億なんて金はないが試合の方は土下座でも何でもして頼むしかない身代金の2000万は俺が用意してやるからいや二岡はそれじゃ済まねえよここで引いたらドラゴンヒートを奪うまでいろいろやってくるそんなこと劉翔お前が一番分かってんだろやろうもうはよしかしなんで達也さんのお姉さんなんですかねどういうことだそもそも2000万円って金額も中途半端な上に金が欲しくて誘拐するならもっと金持ちを狙った方が良くないですかこっちはカムロの地下格闘界の伝説ですよそもそも時間の指定が間に合うか間に合わないかギリギリ本当に誘拐する気があるんですかねお前は優秀やなタモツ誰かが今日指名試合をやめさせるために仕組んだとしても俺たちは棄権しないとお姉さんがどうなるかわからないあ代わりがいるだから指名試合だ変われないんだよそうじゃなくて代わりにカムロ町でサイコさんを探せる信用できるやつが誠そうか誠なら本当にそれでいいのか劉翔金2000万貸してくれねえかそれを誠に預けよう金が目的ならそれで何とかするしかねえ分かったあいつに頼んでみよう分かったそういうことなら俺が探す金は俺の部下に話をしておく持っていけ紗友子さんの顔は分かるなああ、ジャンソーで一緒にしょっぴかれてるからな。あ、ジャンソーで撮った写メもある。あ、いや、なんでもねえ。明日また誘拐されたらどうすんねん。この誘拐騒動の件、さっきも言ったが、確証があるわけじゃないが、アシュラが絡んでる可能性もある。確証がないね。わかった。まずは手っ取り早く、アシュラの下っ端を閉めて様子を見てみるわ。誠、峰岸さんの件は？ああ。そっちはなぜか町の人間がみんな何も喋ってくれねえんだまだ何もわからねえさすまねえ頼むぜ誠あんたのために行くんじゃねえよ紗友子さんは峰岸さんが可愛がってた人だからだ勘違いすんなそうだなとにかく頼むなんだよ急にわかったまず何か分かったら連絡をくれ警察には黙ってろただし竹中さんだけには連絡しておいてくれ警察やそれと
くれぐれも無理はするな。ああ、わかったぜ。めちゃめちゃ警察や。本当にいいのか、これで。どっちみち今から行ったって間に合う保証もねえ。だったら俺は自分が信じる道を行く。俺はこの戦いに勝って目的を果たす。そして誠にかけてみる。ウェルカムフーズアシュラ。元気やな。今宵もボルテージマックスの戦いに刮目しろよ。レンズの形よ。連戦連勝、未だ負け知らず。ドラゴンヒートのイカれる守護神右京達也。かっこええ。しかしその不敗神話もここで終わりを告げるのか。ボーンザレッタン。メジャーの総合格闘技界でも超有名、柱の荒ぶる破壊神品原マサル。おっと、このオッズはメジャー人気か。うわ、この圧倒的なオッズの予想を裏切って品原から勝ちをもぎ取れるのか。すげえすげえって聞いてたから、どんな怪物かと思えばガキじゃねえか。うっせえ。こっちは時間がねえんだよ。1秒でも早くさっさと片付けさせてもらうぜ。なんだと。腕の2、3本は覚悟しとけよ。耳が餃子になってる。悪魔みたいな見た目してる。ムエタイでいけんのかな。まあ行ってみよう。何話のナチュラルボーンキラー。ブラジリアン柔術マスターの品原の得意技は関節技。立ちは打撃で応戦か、それとも先に掴むのか。うわー、うーわー、マジか。ドラクエのバズズみたいな。つか、でん、いや待って、うわー嬉しい。電流があるやん壁に。うっそ、なんでこっちが掴まれんの。やばいやばい。起き上がり、膝、どっち向いてんねんのパターンな。ほんまやめてほしい。マジでやめてほしい。強っ強っ。移動、起き上がり、ほんまゴミやな。ガードされる。いや、掴みも早いわ。掴み合いで勝てん。金網に押し付けたいのに。これ全部ガードされる。いや、掴み強っ。いや、ちょっと待ってよ。完全に打撃吸われてるし。いや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 、勝てへん勝てへん。こんなもん勝てへんよ。いや、打撃はキャッチされて、掴みも発生で負けて。とりあえずかっこいい。なんや、わからんわからん。怖い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 、意味わからん。怖い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 、いや怖い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 。何してんの。いや、ちょっと好きだ。いや、ちょっと、何それ。あぶね。いや、なんやねんそれ。意味わからん。三角締め。ああ。いや、チョーク。なんやねん今の。どうしたやねん。どうしたやねん。お、あか、すぐキャッチしてくるわ。相性悪い。よいしょ。だけんじゃねえぞ。もう発射の容赦ない攻撃。ゲージ溜めて。やっと、あっぶね。
よし、ゲージつかみが良くて相打ちやな。まあでもこれの連打で片膝奪ってヒート。ゲージ溜めて、いやこれが分からん、これが分からん、つかめるか、いや分からん分からん、どうしたいのこれ。いやこれなんやねん、いやこれなんやねん。もうせっかくよ、せっかくつかみ避けてももう一回すぐやってくる。よし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 、オッケーオッケー、避け攻撃をすぐ決めなあかんかったな。いける、よいしょ、あーゲージ溜めて、ゲージ溜めて、危ねえ、いやいや、踏ん張りどころやな。よし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 、まだ死なんか、はあ、これでゲージ貯めて、ラッキー、勝ち合った、おいしょ、勝てる勝てる勝てる、よしいける、ういいひ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 い、掴むのがむずい。で起き上がり攻撃、あーやっとまたここで、くっそ、掴めるか、よいしょ、掴めへん、やっと掴めた、これで勝てる、危ねえ、普通には掴めへんようにできとる。いろいろわけもわからなかったし、一気にムエタイ5になった。よしよしよし、あヒートため速度マイナスがあったから、あのため攻撃でなかなか赤にできへんかったんか。危なかったな。え？絶対に勝ったのに腕が。誠から連絡は？まだだ達也、左腕は大丈夫か？そんなことより早くカムロ町に戻らねえと。そうだな、だがまずお前はちゃんと医者に診てもらえ。俺は飛行機を手配してくる。分かった、医務室に行ってくる。あのガキ、今度会ったらただじゃおかねえ。お？今さら吠えんな。あ、ファイトマネーはきっちりもらうぜ。何の話や。ふざけんじゃねえぞ。恥ずかしゅうないんか、このドサンピンが。てめえ、誰に向かって口聞いてんだ。お？ぶっ殺す。お前こそ誰に口聞いとるに。黙っとれ、アホ。強っ。ちょっと。リョウ。せっかく直したのに、また壊しちゃって。何を焦ってるの？わわわわ、全ては僕の予言通りに進んでるだろう。こうなることは予想通りだったんだよ。彼が試合を選ぶことも、そして腕を折られることも。あ、寮の方が今回も大人気だったよ。お客さんも随分喜んでくれたみたい。寮の方が力ある感じだ。なんて言ってもピンチピンチの連続だから、見てる方も盛り上がるよね。おかげであと少しだ。アシュラ仕切ってるはずのアキタより寮の方が偉いってのか。いや、
そんなことよりピチって顔面触ってるぜ。誘拐したのはこいつらだ。クソ、絶対吐かしてやる。見つからねえんじゃ済まねえんだ。もう一回言ってこい。すいません。ハイビルとか使われてねえ建物もとにかく片っ端から潰してかかれ。それとアシラの奴らを見かけたら俺を呼べ。この話に関係してるのか吐かせてやる。時間がねえ、とにかく急げ。峰岸さん、ド不良やん。すみません、後でちゃんと調べて仇は取りますから。絶対にサイコさんは俺が救うんだ。第7章罠カーン押し切り大王。なや、どういうことや。第8章別れ。おお、別れ。